モフに変わる選手、新しく取ったさ、このジョバンニ・ゴンザレスっていう選手、僕もこっちの方がいいかなと思ってるんですけど、この選手はこの選手でね、切り替えの瞬間の守備がちょっと緩いんだよね、マフェオより。で、マフェオ切り替えは早いじゃん。で、多分、アギーレって多分顧問系監督だからそういうとこ気にするんですよね。戻れてるかどうかとか、どうコース切ってどうしてるとか、ポジショニングがどうとか、そういうところは多分二の次なんですよ。大事なんだけどね。だから何を大事にするかって監督によってだからね。僕もめっちゃポジショニングとかそういう知性の部分大事にするんですけど、それでもトラップミスとかパスミスが多いと、知性の方は僕の方で外から声かけしたりとかして、ポジショニングのサポートはできるから、ただマジョルカで出てる問題は、普段から選手に意識させてないんだろうなっていう問題が多いんで、毎日サッカー一緒に練習できるわけだしね。リスクを犯したくないのは分かるけど、あまりにも脳死で蹴りすぎてる、そうだね。久保建英さん、必要的な体力ってことなんすかね。まあ、監督の判断ですからね。一番プレスバックとは今日、切り替えの守備とか早いと思いますけどね、普通に見てて。イドリス・ババか、久保じゃないですか、速さで言ったら。もう、マシュルカありえないプレイして、もレオさん驚かなかった。なんか監督が前以上にやばい人になった感じがしますけどね。うちのチームもスピード上げすぎるんだよな。貫いた自分束の間のキング。